さて、リプロバー N2 ということなんですけれども、今度は、ネットワークが全部で4つある場合に、すいません5つですね、5つある場合に、ルーター A のルーティングテーブルがどうなるのかというのを見ていきましょう。ルーター A は当初は2つのネットワークに属しておりますので2つのエントリー、ところが30秒に1回情報を交換しますとルーター B の、情報が入ってきます。そうしますとルーター A から見るとルーター B が直接つながったネットワークである 3.0 と 4.0 のエントリーが加わるということになります。 2.0 のエントリーはもともと持っていますので変更がありません。もう一度ルーター B と情報を交換すると、今度はルーター C からルーター B に来たエントリーが2回目にはルーター A にたどり着くということで、具体的には 5.0 ネットワークへのエントリーが加わることになります。ということでこの段階で、全てのネットワークへの、行き方、出口のインターフェースが分かることになりました。